はい、今日は高岡市和田にございますなごみ屋さんに行ってきました。はい、今日もね機動洗浄用のビールをつぎますよ。あ、これゆうこさんの分でしたね。はい、じゃあ私の分つぎますね。はい、今日も機動洗浄、はい、ひあさん、ひあさん、はい、缶のパイです。さあ、今日も機動洗浄からもお酒は20歳を過ぎてからもでございます。はい、一緒何よないがなら言うなよはい、牛たたきですね。早かったね、これ出てくるのね。はい、おガーリックフライドまんべんなくね散らしてくださいよ。うん、お頑張れ頑張れ。ああ諦めた。ああネギ落としたよ。はい拾って拾って頑張れ頑張れ。はい拾えた。はい流し込んで、おおてってれー生鯛にしました。あららら頑張るね頑張る。どうした K さん、まあ前からね生鯛があるところは気になってましたけど、今回頑張って生鯛にしてみましたね。はい、2度目の缶のパイです。減らない減らないああそう重いのね、持ってるのも重い。メガジョッキも重かったけどね。はいカメラに近いよ。おっさんはカメラから離れてくださいね。はいひねどりの焼き、はいこれからね一気に出てきましたよ。はいシーザーサラダ、はいつくねおろしポン酢、はいたけのこの煮つけ。さあひねどりから食べようか。もうひねどりはねもう大好きすぎ。ひねどりと柚子胡椒なんてねもう僕の好きなもの2つがもう一緒の皿に出てくるんだからもうおかわりしたいぐらいですよ。おつくねポン酢いったよ。なかなかないんですよねこれもね。だいたいつくねっていったらもう生卵の黄身にブチュッとね潰してつけてグリグリってやってる映像が多いですからね。あれはあれでうまいがこれもうまかったな。はいお、たけのこいったよ。ミッション、ゆうこにサラダを取り分けろと命令せよ喧嘩になれろ、そんなこと言うたら仲良く食べようよ。そんなこと言えんわね、もうね取り分けてくれとるやん、もう言わんだって恐ろしいね。そんなこと言えません。はい仲良く食べましょう。はいね、ほら僕の分から取り分けてくれてるじゃないのね。優しいゆうこさん。はいサラダ久しぶりやな、外食多いからだよ。はいどじょうから揚げこれもあったら頼むね。はいちょっと柔らかいやつでしたね。はいがめエビ焼き絶対鉄板頼みます。はい近いよカメラに近いよ。おっさんはカメラから離れてください。はい、うまい。カリッポリカリッポリうまい。はい唐揚げよう食べるな今日。はい長芋塩昆布焼き定番ですね、どっちも。はいこれ胸のね唐揚げでしたね、珍しい。だいたいもも肉でくるんですけどね。はい長芋これもうまいよね。さあ大ジョッキ終わらせれるか、頑張れ頑張って飲め。ゆうこに質問コーナー、また意味わからないしはい今日郊外居酒屋ですけどどうですか。大ジョッキが美味しかったです。大ジョッキそうです、ゆうこさんも今日大ジョッキです。よかったね。よかった。美味しかったです。はい。なごみやさんでしたね。なんかね、今日はちょっと知り合いがいたりまあ弟のつてで来たもんで、ちょっとね顔が割れてしまいましたが、まあまあそういうこともあるでしょう。美味しかったですね。本当こんな郊外にまだいい居酒屋があるなんてね。はい、じゃあね、また次の動画行こうかな。はい、それではまた。